はい、みなさん、こんにちは、ジョーです。今日はですね、三月の二十三日、水曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども。えー、今日も株式市場を引き続き続伸というところで、えー。マーケット非常に好調というか、あのー、まあ、いい。なんていうんですかね、結果っていうのを。出せている一日かと思います。で、そんな中ではあるんですけれども、引き続き、やはり、まあ、金利に関連した。まあ、指標っていうのはですね、そんなに株式市場。 が盛り上がっているほど本当にいいのだろうかっていうのは僕は疑問に思っていますしあとは経済だったりとかの先行きに関しても、まあ、そんなにまあいいニュースっていうのは正直出てきていないので、まあ、今結構その意見が非常によく割れていると思っていて、まあ、正直機関投資家の人たちの,あの意見であんまりポジティブな 池っていうのは正直聞いたことはあまりないんですけれどもどちらかというとちょっとこの僕のチャンネルのコメント欄にもありますけれども個人投資家の人は結構今買ってるもしくはそのこの上がっていくタイミングで上昇を逃したくないというところもあるので買いに走ってる人も一定程度いるんじゃないかなと思います。 でまあ、僕はずっと結構「警戒警戒」みたいなことをですね僕常に警戒してる人なのであのそんなこと言ってたらいつまでも買えないじゃんっていうふうにまあいうコメントもちらほら見えるんですけれども、まあ、警戒イコールそもそも買わないっていうのはまあ違うっていうところと、まあ、あとは今本当にそのこの上昇マーケットであの買いたいと思う要素が正直あんまりないんですよね。値段は上がってはいるんですけれどもじゃあこれについてこうっていうふうに、まあ、思う要素ってあの。 何なんだろうといういか、まあ、これは結構人の性格によると思うんですけれども、まあ、僕は結構心配性というかあの今の要素の中で買、まあ、えるものって買えるものというか買える要素って何なのかっていうふうに考えた時に、まあ、コロナ禍の,あのマーケットの上昇の時の場合は、まあ、やっぱりその量的緩和っていうところが非常に多くあったと思うんですけれども、まあ、じゃあ今って何なのかっていうとあまり正直ちょっと僕の 中には僕の頭では今理解できないっていうところが非常に多いかなと思うので、まあ、そもそもそういったところにはまずついていきたくないなとあとは今後アーニングシーズンっていうのがまた今後来る中で本当にじゃあそこのタイミングでいい決算出るのかっていうのが結構今後非常に重要な焦点になってくるんじゃないかなと思います。で今やっぱりりこのの金利上上昇昇を織り込んでいるでかつ物価上昇も実際に 発生しているで状況としてはあのセンチメントは改善しているとは思うんですけれども状況として何が改善しているかっていうのが、まあ、非常に不透明不明確な中動くっていうのはなかなかちょっと勇気がいることかなと思うので、まあ、短超短期で動いてる人に関しては値、ね、動きついていきたいっていう気持ちは非常に強くあるのは分かる一方で、まあ、長期投資家からすると。 まあこのラリーはついていきたくないなっていうような声が正直まあ多く聞こえるかなと思いますしあまりそのこのバウンドについていけてないもしくは買っていってない人からの焦りっていうのも正直まだないので逆にもう一段ドーンと上がっていくとまあもっと買わなきゃみたいな感じであの買いが入ってくる可能性も十分あるかなとまあ何かちょっといろんなケースを。 自分の頭の中で考えているんですが、まあ、僕としてはあまり正直ついていきたくないなというのが印象としてあります。はい、でここからももろもろニュースとか質問を含めて見ていきたいんですけれどもその前ですねこのチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね個人が企業に対して貸し付けという形で間接的に投資をできるプラットフォームになってまして資産 1000万円前後、投資の年収もですね500万円前後の方が非常に多く利用されているということで、もしご興味ある方は概要欄のリンクの方から見てみていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では、指数ですね、見ていきたいと思うんですけれども、DAO がですね、プラスの0.74%、S&P がプラスの1.13%、NASDAQ がプラスの1.95%、ラス2000がプラスの1.08%となっておりました。 米国の10年債の金利なんですけれどもキューベース非常に、まあ、結構あの激しい動きが連日続いているんですけれども2.385%まで上昇をしておりますでドル円もですね引き続き続、まあ、進という形で120円の82というところで進んでいますあとは原油なんですけれども、はいまあ、若干あの今後退してますか111.3というところで引き続き、まあ、高水準の領域にはあるんじゃないかなと思っています でセクター別で見てみると、まあ、昨日ぐらいでしたかねの動きとまあ真逆な感じになっていて、まあ、エネルギーセクターだけがマイナスそれ以外はプラスというような感じになっております。まあ、なんであの非常に大きく、まあ、今日は今日はというかあの上がってはいましたけれども、まあ、本当に なんか日々ジェットコースターみたいな感じになっている、まあ、および別の言い方をすると、まあ、レンジの取引っていうのは正直続いているのでものすごく今がまあいいですよ悪いですよっていうような、まあ、本当に感じなのかっていうのは何だろう実際のフィーリングで今強気なマーケットが続いてるっていうのはちょっと信じられないような感じかなとやっぱビックスに関してもまあどん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 下がっていると。やっぱりその数値を 数字まあ、実際に何が起こっているのをチャート化してみたりすると、まあ、強気になる要素は一定程度ある一方で、えー、まあ少し何て言うんですかねあの今の状況を、まあ、非常に理解というかロジックつけてあの自分の中に落とし込むっていうのは少し僕の中で難しい状況かなと思ってはおります。はい、皆さんどう感じられているのかもしよかったらちょっとコメント欄に書いていただけると嬉しいです。 はい、で2年債の金利も引き続きどん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 上昇しています、まあ、および、まあ他の年間の金利っていうのも同様に上昇していますと、はい、まあこの中で、まあ、どん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 上がっている中で、まあ、ハイパーグロースも含めですね、まあ、非常に交換して買われているっていうのは、まあ、やっぱりそのショートカバーだったりとかが、まあ、これまでまあ中心に起こっているっていうのもまあ,ありつつ結構ミーム株だったりとかクリプトも まあここ一緒負担にするのがいいのか分かんないんですけどあの上昇してきているというのもあるので、まあ、一定程度まあそういった投機的なお金っていうのがまた急激にというか急速に今マーケットに入っているボトムフィッシング的な感じで入っているっていうのもまあ一定程度理由としてはあるんじゃないかなと思ってはおります。はい、あとはですねあのちょっと気になっているポイントとしては、えー、と中国のまあ で ETF ですかね、まあ、これが非常に大きなリバウンドに見えるかわかんないんですけどここ一旦だいたい3.5とか4切るところから、まあ、大きく倍ぐらいまで今ここ最近ずっと上昇してきていて、まあ、こういったやっぱりボトムフィッシング的な動きが随所に見られるような形のマーケットになっているので、まあ、あの個人の人が結構中心に動いているマーケットだったりするんじゃないかなと僕は思ってはいます。はいまあ、個人の か中心に動いていてるイコールやっぱりちょっとそれが本当に長続きする動きなのかっていうのはちょっと不安の要素があるというところですね。はい、で、ニュースまたいくつか見ていきたいと思うんですけれども、これ非常に有名なカール・アイカーンという方のファンビリオネアのファンドマネージャーなんですけれども、彼がですね、Very well could be a recession or even worse って書いてますけれども、非常に今後、リセッションもしくはまあそれ以上に マーケット環境が悪くなる、市場環境が悪くなる可能性は十分にありますよという発言をしていましたと、まあ、これの背景にあることなんですけれども、今、こちらにもあるとおり、トレーダーの人たちがです、ね、今後、非常に急速な金利上昇を今、見込んでいると、これっていうのは非常に急速な物価上昇を織り込んで、5月と6月のタイミングでそれぞれ50ベースポイントずつの利上げを今、トレーダーを織り込み始めていると。 でここで非常にやっぱり重要なのが、えっと、これまで f e トの人たちっていうのは、まあ、ずっと、まあ、ある程度このインフレに関しては、まあ、抑えられるでしょうというふうに言っていましたでそれが今回ロシア・ウクライナ情勢があったにせよ、まあ、ずっとあのもう少し夏ぐらいには収まってきますというふうに言ってたのが、まあ、どん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 利上げの織り込み見込みっていうのが、まあ、それ以上に予想以上に高くなってきていますと。 で今,のところ今のところはパウエル議長はアメリカの GDP に関しては継続的な成長をある程度見込めるでしょうということを言っているんですけれどもじゃあこれが本当に見込めるのかっていうのが今結構このもろもろのマーケット今後環境をえまあ見ていく上で非常に重要なポイントになってくると思いますと。 成長ししていいくくののはしばらくの間無理ななんじゃないかプラス、まあ、いろんな CNBC とかでも見ていると、まあ、次の決算本当にいい決算出なかったらマーケットがかなり崩れていくんじゃないかっていう心配をしている人も結構出てきてはいるとまあ出てきてはいるというか、まあ、そういう話をする人があの、まあ、出てきているんですよね。でじゃあ,まあそれを考えてみた時にここ最近の決算っていうのは本当にまにいいところはいい決算もちろん出してバーンと。 上がってはいるんですけれども、そこから継続的に株価があのまあ上がっているというか維持できているところもまあそんなに多くないプラス、まあ結構これまで強気に見ていたもしかす見られ見ていたみ見,見れていた見られていた企業の決算というのもまあ結構ですね足踏みするようなところも増えてきては正直いるかと思います。まあとはですねマーケットの期待感というのは非常に。 高いといととうこともあってもしくは高かったということもあって満足いかない成長を見せた時の売りっていうのはかなり厳しくあったりもするのでそういったところに対してより警戒感が、まあ、次の決算シーズンが近づいてくるに従って高まってくるんじゃないかなと思うので、まあ、4月に入って、まあ、その辺りは、まあ、今マーケット上がってますけれども、まあ、本当にこの継続が上昇が続いていくかっていうと。 まあどうななのかなと僕は的にはは思ってます、はい、僕は結構比較的ですね悲観的なあのマーケット相場を見る人でもともとその,あのこのウォール・ストリートのまあ会社で働き始めたモルガン・スタレンレーで働き始めたのが2007年だったかなあのリーマンショップの前年というかそうですねリーマンが潰れる前年ぐらいですかねなので結構そのキャリアの最初の方ですごいあの。 悪いマーケットに入ったのでそういったのが多分染み付いてるんだと思います、はい、で一応これがですね5月のタイミングでどれぐらい利上げをするかっていうものを織り込んだものになってるんですけれども66%が50ベースの利上げをまず織り込んでいますで6月のタイミングでもう50ベースの利上げを織り込んでる割合が64.2というところになっております、まあ、いずれにせよですねどっちかのタイミングで50ベースの利上げをしますよっていうのは 今のところマーケットではもううり込ままれてていいるよなな状況になっていますでかつ今年の年末までのタイミングで今のメインシナリオというか、まあ、確実だよねっていうところに折り込み具合は年の8回利上げで9回利上げに関しても大体7割ぐらいも今もう折り込んでいるような状況にはなっているので50ベースの利上げが2回プラス毎回利上げっていうのが、まあ、今徐々に折り込まれつつあると。 でさらにはもう1回50ベースの利上げありますよねっていうのも今25%ぐらい折り込んでいるのでまあ徐々に、まあ、これがもちろん折り込む方向にしか行かないわけじゃないので折り込み具合があの引く場合も必ずあるんですけれども、まあ、どっちの方向に行くかっていうのが、えー、さらにこのマーケットを占う上で非常に重要なポイントになってくるんじゃないかなと思っています。はい、で、えー、ここからですねニュースいくつか見ていきたいと思うんですけれども、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルに関してはまあ特に あのまあ、これですよっていうふうなものが正直今日のところはあまりありませんでしたでブルームバーグに載っている、まあ、ニュースとして一応ですね今週の木曜日だったかなあの EU の方と共同時でいろいろとですねまたロシアに対してのサンクション制裁を発表することとなっておりますでまあこれがあのまたそのロシアに対して追加的なプレッシャーになるということもあってマーケットは 交換していく可能性も十分あると思う一方でどういう実際に内容になるかっていうところによって大きくその物価上昇へのさらに安力がかかるかどうかっていうところも影響があるんじゃないかなと思います。特に今回に関してはエネルギー関連の制裁をまた発表するということでもあるので注目をして情報をしっかり捉えていきたいなと思っております。 はいでえー、これ以外に関して結構面白いなと思ったのが今非常に円安にどん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 進んでいますよねでそういったこともあってエジプトがですねサムライボンドというものを発行しますとサムライボンドって何かっていうと円ををベースに資金調達をするとなのでまあ今後継続してまあ円安が続いていくでしょうと、まあ、それをベースに、まあ、もしくはその金利っていうのがものすごい安く借りられるので、まあ、そういった状況を まあうまく享受するためにサムライボンドが発行今今回もされています。でおそらくこの流れは、まあ、今も他のところで結構どん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 あの提案っていうのがされていると思うんですけれども、まあ、円が継続的に弱い環境でしょうというのが、まあ、あのこういったものを発行する、えー、まあ提案する銀行が提案する大きな理由だと思うのでやっぱりその今の状況でなかなか円高の方に 向かっててくる理由が今はマーケットとしてなかなかなな見られないとで今の状況で岸田政権とかがですね、まあ、積極的にあの円安の政策何かやってきますよっていうふうに言ったとしても、まあ、本当にそれに効果があるのかっていうのも、まあ、そもそもよくわからないっていうところとあと日銀も含め日本としてそんなに積極的に あの円安が本当にやばいっていうふうに思ってる感じが、まあ、全然そのいろんなところを通じても感じてこないので、まあ、やっぱり円安傾向っていうのはまだ続いていくんじゃないかなと思いますし、まあ、本当に125円ぐらいすぐにフュッと上がっていってしまいそうな雰囲気は、まあ、十分、まあ、あのちょっとあるというところもあるので、まあ、円資産しか持ってない人っていうのはもうほぼ日々あの1%ずつぐらい資産が減ってるに、まあ、今等しいような状況になってしまっているので、まあ、やっぱりその なんだろう株債券不動産っていうところの、まあ、投資に加えてやっぱりそのマルチカレンシーというか円だけではなくてやっぱりドルとか、まあ他のユーロとか何でもいいんですけど円だけにフォーカスするっていうのはう結構改めて危険だなと思わされるような、まあ、タイミングですよねで。かといって今からものすごく大きな資金をドルに振るっていうのもちょっとあのまあ 本当にいいいいいのかっていうとうころもも考えななきゃいけけんですけれどもやっぱりそういったカレンシーごと通貨ごとの分散っていうのも頭に入れておかないと、まあ、長期的に資産運用していくでは、まあ、結構厳しい状況にもなったりするのかなと思ってはおります。はい、でこちらファイナンシャル・タイムズなんですけれども先ほども申し上げたように、まあ、アメリカと EU がですねあの共闘でまたロシアに対して追加的なサンクション制裁を課していきましょうという発表が、えーまあ、今出てますね。 あとはですねあのちょっと話はそれるんですけれども結構面白いなと思っていたのがこのアリババがですねあのシェアバイバックのプログラムを今回ローンチしますとで一応25ビリオンというですね非常に大きなあのバイバックのパッケージなんですけれども中国に関してはここ最近政府もまた株式上に対して手こ入れをするような政策っていうのを ダッシュできてきはいる一方で、えー、本当にこれがその彼らにとって、えー、いい戦略なのかっていうとまあちょっとどうなんだろうっていうのは感じたりはしています。っていうのもやっぱり今あのアリババに関してはも,ものすごく大きい会社である一方で、まあ、追加的に投資する先っていうのが、まあ、そんなにないのかなというか今ものすごくマーケット下がってるじゃないですか全世界的に。 そんな中で、まあ、これをババイックするののが本当にまあいいのか例えばその企業買収に使ったりする方がいいんじゃないかとか、まあ、これのお金の使い方っていうのは結構、まあ、あのどうなんだろうっていうのは感じたりはしていました一応多分この1週間とかぐらいでかなりアリババもあのさっきの中国の ETF と同様に戻ってきてはいるんですけれども。 今はまあ継続的にこの中国の株および株式マーケットの回復局面には短期的にはなってますけれども、うんまあ、このシェアバイバックとかを理由でうんとこのマーケット悪い環境で買うっていうのはまあちょっと個人投資家として怖いなというかあんまりやっぱまだ中国の特にテック会社大きいところのテック会社に お金を戻し入れるあのあえてなんでそこに行くっていうのは大きく逆張りでリスクを取ってっていうところだと思うんですがあまり今の環境で積極的に、まあ、そういう高リスク銘柄っていうのに行くのは若干ちょっと行きづらいなっていうのはまあありますよね。うんはい、まあ,あの人それぞれいろ,いろいろ考え方はあると思うんですけどそんなことを考えていた一、はい、日でありました。 と、はい、といいううことででででかかがししたでしょうか、えー、マーケットですね、まあ、あの今本当に何回も言うんですけど短期的には今上がっていますと。これを維持できるかどうかっていうところが、まあ、大きなポイントになっていて、まあ、あの上がってる間はですね、まあ、短期的に、えーまあ、利益が上がっていいかと思うんですけれども本当に何回も言うとおり、まあ、警戒しているイコール買わないっていうところではないっていうポイントとあとはじゃあ買うかどうしよう買おうってなった時に自分の全部 アリガネをです、ね、突っ込む必要は正直ないので分散して買うっていうのはものすごく重要なコンセプトだと思いますでじゃあどれぐらい分散化した方がいいのかっていうとそれはどれぐらい資金持ってるかっていうところにもよりますけど大体ですねあのまず期間をしっかりとあの開けると1週間のうちに全部バーって買ったらもう分散してる意味あ,のあんまり正直ないのであ,のある程度、まあ、自分が納得いく 期間でも絶対これですよ。っていうのは正解ないのでいいと思うんですけども、もまあ、しっかり分散して買うとあとはじゃあどれぐらいの規模を分散させるかって言うと、まあ、これももちろん人それぞれによると思うんですが、まあ、僕はですね。だいたい5。6回ぐらいに分けて買うようにしています。で、えっ、ー、ともちろんそこで買えたら最高なんですけども、そこで買えるとも思ってないし、そこで買おうとも正直思っていないので、まあ、自分がその納得できる。 タイミングその状況だったりとかあとはその寝ごろ感っていうのもあると思いますし、まあ、これはそれぞれあの人それぞれの結構好みとかがあったりすると思うので、まあ、あのこうしろとかした方がいいみたいなのはないんですけどもやっぱりしっかりと分散させて買うことで、えー、本当にマーケットの今の非常に不確定要素が多いマーケットでしっかりとボラティティのリスクっていうのをある程度軽減して。 えー、自分が正しいというところを信じてやるというよりも、まあ、あの悪くないところで買うというのも非常に重要だとは僕は思っているので、まあ、そういった運用を心掛けて非常に、えー、まだまだ高リスク環境だと思うのでやっていきたいなと思っております。と、はい、いうところで今日も皆さんご視聴ありがとうございました。えー、非常になんかこの今海外出張というか海外出張ではないですね海外にちょっと今来ていて えー、まあやりづらい環境ではあるんですけども徐々にあの皆さんにいいタイミングで動画をお伝えできればお届けできればと思っておりますちょっとですねホテルの w i f i がめちゃくちゃ遅くてアップロードだけで1時間ぐらい時間がかかってるので動画を出す時間もものすごく非常に不安定になってしまっているんですけれどもできるだけ早く出せるように頑張っていきたいと思いますので継続的に出していきます頑張りますではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら